いいぞ、俺たちの遊び場やこれが。うん、なるほどね。スナパイさんマットだと思っちゃったけど全然違ったわ。結構警戒しちゃったからな。んー、違います、私がマットです。にゃおんにゃおん。にゃおんにゃおんにゃおん。早い、ナイス。なんで高田けしおらんの。なんでですか今。確かにスナパイさん久しぶりの参加なのに、ね、旅でも行ってんじゃないですか。俺のせいです。奪っちゃった色。ちなみに10月5日も俺のせいです。スナパイさん、うん、そんな。あぶれ。おお、これは神ボですよ、マジで。神ボだわ。これは白。マジ？流行り。これは割と神ボですわ。でマジっていうのはあんま良くなかったし、サモンです。いや全然いいですよ。スナパイさんは白いなと思って。あ、そうね。あぶね。あぶね。あ、勝ち。なー、これクソボです。これはクソボですよ、マジで。だいぶクソボ。いや、僕アップロードがちょうど終わったんで神ボです。いや、誰がクソボだって。だいぶクソボですよ、はいはいはい、これですよ。めっちゃ怒ってる。もうタスク終わんないですこれ今回。クソボもクソボですよこんな。ガチのクソボやっけ。ガチクソボやんこんな。もうお、死にない感じ？見てねえな、ね、左側いたっけな。いや、いない気がするけど。シャバキがバカみたいにいた。あ、バカみたい。梅県宿舎。メイヤさんもいた。おにきもいた。メイヤさん、竹尾さん覚えてる。4人巻きってこと？いや、6人ぐらいいたよね。いや、結構いたよ。ならば4人しかまだいなかったけど。プテ、メア、タケ、ナナ、ウメ、スナボリたんじゃない？降りたっけ？記憶飛んだ。スナパイさんって宿舎エンジン行って左行かなかった？いや、あれメインでプテに1回降ってない。あれそうだっけ？まあまあいいや。暗室から行った時プテに降った気がするけど。これね、トータスさんってさ、キッチンにいなかったしたっけ、おにぎ。さあ。あれ俺気のせいかな。俺がね、武器庫からキッチンに入った時に、トータスさんがキッチンから武器庫に入るのをすれ違って、俺はバーガータスクやって停電になって、で配線タスクやって、おにぎが配電盤前にいるのが見えてるから。あ、じゃあ停電なったのはおにぎ。はい、はい、思い出した。アルマ君初手というか開始10秒ぐらいの時にエレキのパッチタスクのところにいたのはあなたが。ほう、俺です。ちょっとだけごめん。はい、おにぎ勝ち合ったの場所わかる？真ん中。あ、大丈夫。最後の真ん中僕が挙げた。あ、で、フルスナパイさん、ぼ、はいはい。あ、どうぞ。何ですか？あ、僕と会ってからですか？時系列は。メインでプテと暗室から俺が出てきたときに一緒にエレキ降りてるよね。うん、うん。でその後パチタスクの方に俺だけ行ったと思うんですよ。はい、僕はバイタルの方行ってますね。そうで、パチタスクからアルマ君が出てきた。あ、そうなの。でその後停電中ずっとセキュリティアップロードしたもんで、はい、分からん。メイン上がっ
ってきてたらおそらくシャワー側には来てないかなと思う。アルマクはね、うん、その前コックピットもいたし、アップロードもさっき終わったって言ってるし、バーガータスクキッチンでやってるのも見たから多分左には来ないから、メインか診察とかじゃないかな。あ、診察側はまあ僕が、じゃあ僕これあの停電中にアーカイブシャワー館扉開けた人誰です？ハイブリ、これハイブリじゃんか。で、俺が昇降機右で停電かっちゃってる。鬼気は結構僕、ね、名屋さん何らかの人外だと思っちゃってるから。なんで？うん、まあ、ごめん、ないことはないです。バイタルダウンロードやってたんで抜けてる可能性はあります。いいぞ。って僕どこかで見なかったっけな。あ、スノーパイさん見てないですか。いや、覚えてない。僕がコックピットから武器庫行くときに見た気がするけど。コックピットから出てくるタイミングですれ違ったわ、僕。あれ、スノーパイさんか。あれ、ね、キッチンごめん、ちょっと自信ないからやめとくわ。うん、最初展望的には入ってたけど。あ、慎太郎が、そうそうそう、あ、じゃあ合ってる。ハイブリップって慎太郎で湧いて、テクが武器庫行って、俺がセキュリティ、慎太郎くんは展望デッキの方に走った。うんうん。で、ブリちゃんはエレクトリカルにいると。うん。これどっ、鬼キャシャワー、僕はシャワー行ったけど、最初はメイン。スナパイさんはプテと一緒に配電盤やってる。スナパイさん今回キル無理かな。て俺停電貨物で勝ち合ってるよ。あ、右から2個目ね。うん。で、1回ぐらい右から2個目で勝ち合って、僕が直してる。うん、俺最後見てる。俺も触ってる。奈良子さんカメラを見ていて、慎太郎の死体をミーティングで発見で、その死体から降りていく名役を見ているので、名役ネロちゃん二人外もあるし、名役の二人外もある。いや、俺はミーティングずっと待機でした。タスコやってたけど、奥で貨物から走ってって言われた。じゃあ奈良子さん、じゃあネロちゃんでいいのかな。いや、俺さっき全然話できなかったんで、話したかったんですけど、そのアルマが右側に来ることないって、左側に来ることないって話したと思うんですけど、俺アーカイブシャワーでまずハイブリさんとすれ違って、シャワーの奥の弁当タスクをやった後にメイン行って、メインの女性の部屋で配線をやってから、暗室の方に行こうとしたらボタンが鳴ったみたいな感じなんですよ。で、その時にメインに来てた場合って話だったんだけど、メインだった場合ってドア開けたのあの後俺なんで、来ててゴミ箱の部屋ぐらいっていう話をしたかった。オッケー。でもその話はそれでオッケーで、別にやるちゃんも候補にはなるわけでしょ。うん、で、でもありますけど、確定で迷惑人外は確定で、今重要なのは、はいはいはい、迷惑がマットだった場合、配置しよう、配置負けになる。まあ配置して、うんうん、配置の時間に使った方がいいじゃない。うん、オッケー。ボタンないから、じゃあコミュサボ側。で、俺もボタンない。僕ないんだよ。じゃあ右行くわ。俺ボタンあるか、ボタン行くわじゃあ。どこ右で。もう一人ぐらい呼びできてほしい。ない。じゃあ梅県コミュサボ行けます。今サボ直したんで、さっきの2キル迷惑無理なんだったんで、ヌちゃんからだったと思うんだけど、迷惑もかかるよ。梅県コミュ、あ、間違えてスキップでしょ。青ヌロちゃんに入れてます。うん、いけ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 、マット、うん、マットなの？マットにゃん。マットにゃん。すごい。マットにゃん。いい位置で。マットにゃん。プテーアット位置誰だ？ネロちゃん？ネロちゃんにゃん。あ、ネロちゃんなんだ。ああ、じゃあ右直す人ないか、これ。いや、これ梅健さんが言ってる。どうだ？うわ、でも。ギリギリ直してるよ。あ、ネロちゃんもいるのか。頑張れ。ああ、ああ、済んだ。いいぞ、俺たちの遊び場やこれが。これが俺たちの遊び場だ。これが俺たちの遊び場。もう何もしないで俺。待ってりゃいいだけやもん。タスクが死ぬ。乗んない、絶対乗んない。タスクが来た来た来ません。来た来た来た。ナイスー。ナイスー。やったー。
これが俺ビバだ。俺ビバだ。これが俺ビバじゃん。見たか。めちゃくちゃ。え、下あれクルーが見つからなかった今ネロちゃん。いや普通に右で待ってる。右で待ってるのは勝ちだと思ってたから。ああ右に上にいたのか。あ上にいた。こいつ何やってんだよ。俺目線勝ち確だから動くなって言ってた。そうね動かない方がいいね。ナイス見えなかったから。